皆さんこんにちは。今日はですね、こちら福岡市動物園にやってきました。この福岡市動物園は1933年8月20日に開園されたそうです。もう気になるのでね、それでは早速入っていきましょう。中に入ってきました。こちらはですね、ヒョウのエリアに来ました。ちょっと近づいていきましょう。プリン、うわかっこいい。なんかえこういう毛皮とかありそう。こあ寝てる、あ怖い。こんにちは、近づいて。あ面白い。ちょうど真下、真下もうちょいかな。ここちょうど今真下です。落ちてきたら怖いです。こちら虎のエリアにやってきました。もうついていきたいと思います。すごい、思ったよりでかいですね。なんでぐるぐるしてるんでしょうかね。やっぱり迫力がありますね、はい、鋭い牙ですね。じゃあ次のエリアへ行きましょう。ライオンの、ね、寝室となっております。寝室となっております。さあちゃん割ると名前がネネっていうらしいです。さっきまですごい迫力で泣いてたんですけど、取り忘れました。気を取り直して次のエリアへ。気を取り直して次のエリア。見に行かなくていいんですか。あ、近くで。今ちょうど左を向かれておりますね。さっきの迫力とは違って外側がかっこいいんですけど、怖いんでもう次に行きましょう。なんか置物みたい。置物、袋かミミズクって書いてる。ミミズクかわいいですね。どんどん見ていきましょう。たくましい目をしております。刺し歯名前通りたくましい体の目をしております。微妙だ。ちょっと私似てませんか。ヘドウィグ、ヘドウィグ、微動だにしない。ミドラにしない。あ、白袋。かわいい。あ、ここにも。うん。お、え、ミドラにしない。あ、でもなんか睨まれてるように感じる。怖い。はい。ワシミミズク。見えません。何？ボール。あ、ワシミミズク。うん？黒って可愛いですね。ぼーっとしていて。こちら日本のコウノトリのエリアです。絵に描いたようになんか果たれてますね。1971年に一度絶滅しました。
全国の動物園で繁殖に取り組んでいます、現在はこの1羽のみを、この動物園はこの1羽のみらしいです。さあ隣に行きましょう。シュバシコヨーロッパのコウノトリ、さっきは日本のコウノトリ、今度はヨーロッパのコウノトリみたいな、すごい餌をメダカ、目指しみたいな、なんか餌を食べて、1、2、3、4、5匹いますね。初めて見ましたけど、ヨーロッパだけあって目つきが違いますね。上にもいますね。鹿さんのエリアに、さんって言っちゃった、鹿のエリアにやってきました。現在、あ、喋ったらこっち向いてくれました。現在みんな餌に夢中でございます。なんか本物見るとよりあれですね、違いますね。カバさんいますか？いました。カバさん寝ておられます。すごい迫力。こんなでかいんや。大人になると、このカバは多分大人ですよね。うわ、動かないかな。動いてほしいですけど、睡眠の邪魔はダメですかね。すごいでかい、人間の何倍あるんでしょうか。あ、ちょっとこちらをチラ見されました。また睡眠に戻られました。준이야하마코すっごいでかかったですね。一瞬来てくれたんでよかったです。次のエリアに行きましょう。今からですね、この観覧車に乗っていきたいと思います。行きましょう。赤が来ました。トラですね。お、9番です。あ、どうぞ、いいですか。足元。はい、ありがとうございます。足元気をつけてね。怖っ。これさ、なかなかに怖いんだけど。怖い。やば、怖っ。あ、でも楽しい。あ、ゆっくり。いや、乗ったんですけど、すごいですね。まあ、子供用に作られてるんですけど。え、何？なんかちょっと揺れてるのが怖いんだけど。動かないで、動かないで。あ、でもなかなか面白い。ゆっくりとね。高い。あ、ほら、ゆうさん高い。下。こんなとこ。え、これ降りる時もなんか。ちょっと登った時と同じ。ああ、もう高い。観覧車乗ってきたんですけど、もうあっという間の出来事でした。あの、ヒョウの観覧車に乗りました。本当にね、5分あったのかなっていう感じですね。さあ次のエリアに行きましょう。